です。今日は茨城県茨城町日沼にやってきました。ちょっとね、天気は悪いけどとてもいいとこですね。今日はグラベルロード乗ってちょっと日沼を一周してきました。とっても気持ちがいいですね。今7月11日、今日結構あったかいですけど、それでもすごく走りやすかったです。風は涼しいし、宮前公園というところで動画撮ってます。いいっすね。まあ一周普通に走って1時間ぐらい、僕はちょっと寄り道とかしたんで1時間半ぐらいかかっちゃいましたけど、1時間まったり走れるいいコースもあるんで、ぜひね走ってみるといいかもしれないですね。はい。